well, well. ああ雨の音が聞こえるでしょうか。ケイ熊川でございます。ケイ熊川 is radio。 本日は2021年8月の8日日曜日でございます。今夕方、昼下がり、今日は雨だね。雨で、ビールを飲みながら、タバコを吸って、このラジオを放送しております。K 熊川でございます。先週、かな、先週、7月31日、土曜日ですかね、無事に、大分県宇佐市男屋リブートにて催されました、ブラックホール主催のイベントですね。ブラックスピリッツ、行ってまいりました。ありがとうございました。関係各位。そうですね、主催ブラックホールのヒデさんが一緒だったんですけどね、何から何までちょっとね帰り送ってもらったりして、本当にありがとうございました。助かりましたね。そうそう、俺は車を持っていないのでね、若い頃は乗ってたんですけど今金ないしね。でたまにねそうやって人様の車に、乗せていただいてね、高速に乗るとね、特に福岡の都市高あるじゃないですか、あれめちゃくちゃ怖くないですか。俺福岡市のあれ都市高で、ま、合ってるよね。あれのさ、なんだっけ、向こう、箱崎の方だっけ、こう、すんごいうねうね、こう、高いでしょ、道路の高度が。ねえ、あれ、ビールの10階ぐらいのところを行くじゃないですか、結構なスピードでね。で、あの辺りってさ、なんかこう、ねえ、倉庫街とか工業地帯があって、で意外とあの辺りの高速道路の作りがさ、横の壁っていうんですか、あれが意外と低いじゃん。あのジェットコースター感が、俺高所恐怖症なので極度の、非常に怖かったという話でございます。怖かったですね。高いところは怖いですよね。セミも怖いですね、最近ね。セミ。演奏してきまして、そうだね。なんだろう。なんかこうね、ちょっと演奏のやり方というか、何をやろうとするのかっていう部分をそのライブの後、考えたりしていて、なんだろうな、多分コミュニケーションと似てると思うんですけど、本当なんだろうね、言った言葉がそのまま届かないことってすごくあるじゃないですか。と同じでね、人前で歌を歌うっていう行為も、その歌をが届く届かないとか、どんな風に届くとかっていう部分、これをね、そこでもコミュニ普段のね会話と同じように誤解は生まれることがあるので、なんて言うんでしょうね、いろいろあるんですよ。何でしょう。
なんて言ったらいいんだろうね、深いところでやるといろいろあるんだと思います。はい、いやそうですね、なんとかなんとかもう8月っつんでね、今日8月の8日でございますよ。早い、今年の夏は足が早いなと感じておりますね。まあ暑いのはね、ものすごく暑いので、毎日毎日もうね、汗で毎日労働へ出るとね、もうその通勤の自転車でもう汗が出ますからね、毎日汗でびっちゃびちゃになりながらねえやっております。そうでね、やっぱ夏場って、まあ、年だからね、そのライブ活動とか音楽活動とかっていうのもね、時間の作り方考えないとちょっと今までのようにできてないのでね、あのなんだかんだ忙しいんですよ、家のこととかがね、でそれをね、なんだろうね、言い訳しないでもうやることを、睡眠時間を削ってやり続けるんだっていうことをこの10年間やってきたんですけど、いよいよ体の方もね、そういう無理はちょっと効きませんからね、それでもやるんならどういうふうにやるのかっていう、ちょっとね、いろいろちょっとあの方法論っていうかね、動き方、フォーム、自身のフォームですねをちょっときちんと、見て、自分のフォームを理解して動いていくっていうようなことが必要になってきたなと思いました、最近。いろいろ含めてね、ライブだけじゃなくて音源作ったりとか、なんかこういろいろね、山積みになったビールの缶が今落ちましたね、そうライブだけじゃなくてこう、ね、フライヤーやポスターのデザインをしたりとか、音源周りのものを作ったりだとか、いろんなねえ、宮下武蔵が言ってました、ケイ熊川は一人でメディアなんだっていう、それがこの10年できてたと自負はしておるんですけどね、いよいよペースがちょっとね、守れなくなってきてるんで焦ってるんですよ、でそれでもね、まあ俺は俺なんで、まあなんとかなんとか、あなんとかしますっていう話ですね。8月はライブがないです。8月はねライブないんですよ、一本も入っていなくて、で結果ね、そう今月はね、もうこの週明けには、俺あのワクチンの接種、新型コロナウイルス感染症のね、ワクチンの接種が今月俺ある2回とも今月中にねあるので、まあねライブないのはちょっとねちょうど良かったなという部分もありながらですね、そのあたりも加味してね、いわゆるその副反応というか、あれ免疫反応ですよね、ああいうものがねヘビーだとちょっときついのでね、だって俺もこの前友達と話せたら、あのね、友達は若い、まだ20代後半ぐらいかな、なんだけど、もうその仕事柄っていうんで2回とも接種を終えたらしいんだけど、そいつ次の日に41度まで熱が出たっつって、41度はきついでしょ、俺多分そっちで死んじゃうんじゃないかなねえ、なのでまあちょっとね、ね、気をつけながらというか、ね、無理 しないように、なんとかなんとか騙し騙し、打ってきます。こんな感じで9月までライブもないので、音源のね作業になるべく入りたいというようなことを考えておるところでございます。ライブがね、まあ何しろこのまたねコロナ云々っ
群みたいなものが、猛威を振るっておりますからね、いろいろ身の回りでもね、ネット SNS を見ていてもいろんなイベントがまたね中止延期みたいなことになったり、時短営業みたいなことになったりみたいな暗いニュースが続きますね。その辺も、俺が何とかします何とかしますんで少々お待ちください。ちゃんとしたものを作ってちゃんとしたことをやりますよ、それを不真面目に不しだらにやりたいと思っております。いろいろ腹立つことも多いですからね、かかる誤解のようなもの、そうですね、結果を出して、きっちりやっていきますっていう感じでございますね。今週は特に汗だくになっただけの1週間だったんで、特にございませんね。なんだろう、お茶を濁して、今週はこの辺りでございますかね。またね、そうだから来週からワクチン接種やらなんやらね、でその後盆休みに入るでしょ、週末はね。なので、少しラジオだったりあわよくばね、新しい音源の進捗であったりカバーズの企画だったりみたいなものを何か触れたらいいなと思いながらね、満身創痍で、ございます。ケイクマガでございました。あざす。夢重ねてまだ覚えてる触っておりて、曲はねたくさん取っかかりができつつあって、新しい歌がたくさん生まれる前のような海のような状態でございますよ。